大井第一生命館ビルは神奈川県足柄上郡大井町にある高層ビル。かつては第一生命保険が本社機能の一部を置き神奈川の建築物百選第10回 b c s 賞にも選ばれている。現在は未病バレービオトピア内のテナントビルとしてブルックスホールディングス大井事業所の所在地となっている。1938年に完成した第一生命が 本社を置いていた東京、有楽町の日比谷堀りに面して立つ第一生命館は、その後の業用の拡大で1955年頃には手狭となり、第一生命は4度目の新本社建設を迫られた。第一生命は新本社建設計画を策定するにあたって、建物の規模は第一生命館の少なくても2倍以上。 敷地も将来のさらなる拡張を視野に入れてできるだけ広大なものを望み計画を練るが年々過密化が進む都心部において広い用地を確保することは困難であったため事務効率の向上職員の通勤や生活環境の改善に配慮して本社機能を都心部から郊外へ移転させることを決定した建設用地は首都圏に求めることにしいくつかの候補地の中から 神奈川県足柄上郡大井町の丘陵が新社屋建設地に選ばれ、第一生命はその広大な丘陵に近代的な建物を建てて職員と家族も町に集団移転するとの方針を定めた。この計画は大会社の田園への疎開、理想の田園都市づくりとマスコミも大きく取り上げ、折しも都市機能の地方分散に関する議論が活発化していた。 時代背景もあり、指揮者はこの計画の斬新性と先見性を高く評価した。新社屋は1963年2月に敷地内の道路建設と敷地工事に着手。1967年10月に総合大と命名した給料の上に地上18階、地下2階、東野1階の新社屋が完成した。この新社屋は日部屋の本社と同じ。 第一生命館と命名され、大井本社と呼称することになった。東京本社から、大井本社への移転は1968年3月に、第一次移転を実施するが、当時は、東名高速道路の大井松田インターチェンジ、共用前であり、トラックのべ約450台を要し、日本一の引っ越しとして話題になった。大井本社には、事務部門とシステム部門を置き、 東京本社からは全体の約55%にあたる約1650人が移動。そのうち約1300人は女性職員でそのほとんどは多い本社に通勤できるように新たに採用した職員だった。また男性職員のほとんどは新設の独身寮や社宅に入居し、職住近接の生活を始めた。2008年1月第一生命は 株式会社化に備えた経営効率化の一環で事業所を再編することになり、2011年度をめどに大井第一生命館ビルからの撤退を発表した。当時、大井では子会社を含め約3000人が働いていたが、事務部門900名は日比谷本社、システム部門1100名は豊洲本社に移り、事務処理、印刷、物流、 設備管理の子会社従業員1,100名は、大井地区の第一生命所有地に新たに建設されたオフィスビルに転じ、2011年末までに、当ビルから完全に撤退した。この移転をめぐって、大井町では、歳入の減少など、調整への影響を懸念していたが、第一生命新大井事業所は2011年10月11日に、春工。第一生命の子会社である。 第一生命情報システム、第一生命ビジネスサービス、第一生命総合サービスが入居、2012年度のグッドデザイン賞特別賞を受賞している。大井町は2012年2月13日、第一生命がコーヒー、紅茶等の通信販売業、ブルックスホールディングスに、当ビル及び60万平方メートルの敷地を譲渡することを明らかにした。譲渡額は、 約20億円と推定されている。2015年、神奈川県が黒岩祐二知事の進める目玉政策である未病改善の拠点施設を県西地域に置くための事業案を募集。それに応募した大井町とブルックスホールディングスの共同提案が最優秀提案に採択された。採択にのっとり、ブルックスが買い取った当ビル及び敷地は、 未病をテーマにする体験型施設、未病バレエビオトピアとして再整備され、2018年4月28日にオープンした。ブルックスホールディングスは、当ビルを多い事業所として使用している。ビオトピアには、マルシェ、オフィスなどの複数の建物からなり、マルシェでは、県西地域の食材を販売するほか、レストランやカフェもある。また、県の展示施設も廃された。 このほか、体育館を改造した、ステージ、一周5.4キロの遊歩道、ドックランも設けられた。また、第2期では2021年の開業を予定で、温泉施設を計画し、掘削工事も始まっている。さらに、第3期では宿泊施設ビラを構想している。透明高速道路の厚木、大井松田館は1969年5月、開通。 大井本社の近くに大井松田 IC が設置される。これによって第一生命は東京大井本社間に事務用連絡自動車を走らせ1時間40分で行き来できるようになった。第二次移転を1970年3月7月に実施。ありがとうございます。